はい、どうも、こんにちは、サンタです。今日は、おむつ事情やっていきましょう。パンツ事情ですね。すごい、このね、センシティブな内容なんで、いろんな、意見や考え方あると思いますが、よかったら見てください。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、それではやっていきたいんですが、まず僕はね、首の骨を折って頚椎損傷という障害でね、今車椅子乗ってます。で、排泄障害がありまして、まあね、いつ何時、どこで、おしっこが漏れたりとか、便が漏れたりするのか、わからない状態で、生活をしております。まあその中でね、やっぱその、おしっことかね、便が漏れると、ね、やっぱその、履き替えないといけないし、まあ、履き替えるだけで済むんならいいんですけど、まあ、ズボンとかね、パンツとか、あと車椅子のクッションとか、車椅子にも被害がいったりするんで、まあ、そうならないためにはどうするかっていうことなんですけど、まあ、おむつなんですよね。まずね、僕はね、この最初、その障害を負ってから、ある程度ね、この今はもうある程度自立していますが、最初の時はね、本当のおむつ、なんていうかな、赤ちゃんとかがつけるこのパタンパタンってマジックテープとかくっつけてしっかりするタイプのおむつの方をつけてました。で、それに、まあ、尿取りパッドをつけて、まあ、尿取りパッドをつけて、で、そのおむつですねっていう状態なんで、すごい股間のところがね、もっこりしてて 昔のリハビリの、動画とか見ると、すっごいもっこりしてて、ちょっと恥ずかしかったなーって今思うんですけど、まあね、そういうことがありまして、で、ある程度ね、自分でこの導尿とか、排便をね、自立できることになって、今はね、このリハビリパンツと呼ばれているものを、僕は履いております。まあ実際にね、このリハビリパンツ、まあおむつっていうのかな、まあ人によってはね、これをリハパンって呼んだりする人もいれば、おむつってね、言う人もいるし、まあいろんな人のね、呼び方があるんですが、まあ実際開けていきましょうか。まあちょうどね、新品のやつ買ったんで、まあ僕が使っているおむつをちょっと紹介していきたいなって思っております。開けましょう。よいしょ。はい、こんな感じになってます。薄型軽快。なんか、薄型パンツ。リハビリパンツとは書いていないんですけど、まあ書いてあるやつもありますね。まあ裏面はこんな感じになっていて、まあ、本当に履くタイプの、おむつっていうんですかね。中身はね、こんな感じでマシンガンのようにね、マシンガンの弾のようにね、おむつが詰め込んであるんですけど、はい、開けました。こんな感じになってます。これが前ですね。見えてるところが前で、こっちが後ろになってます。後ろって書いてありますね。僕はこのね、M サイズを使っています。そう、身長180もあってね、でかいんですけど、M サイズを利用してます。あんまりでかいとね、今度なんか漏れた時にね、その漏れたところからまたさらに漏れてしまうっていうことが起きるんで、僕はこのね、M サイズに落ち着きました。ちょうどね、ちょっと締まるぐらいがいいんかなって僕は思ってるんですが、皆さん利用されている方でね、なんか、俺はこんなんがいいよとか、私はこんなんがいいよみたいな、あったらコメントしてください。まあ僕はね、本当にこのサイズは本当にちょうどいいです。で、1年、2年、どれぐらい使ってるのかな？ちょっともう期間は忘れちゃったんですけど、使うようになりましたね。はい。まあこのおむつなんですけど、使うメリット、デメリットを紹介していきたいと思います。メリットの方なんですけど、もうこれはね、圧倒的安心感。ってやつですね。もう漏れても大丈夫っていう安心感があるので、やっぱ外出の時にね、ちょっと気になって漏れたらどうしようとか、そういうことを気にしなくても、まあ済むので、これは結構ね、おっきなところなんじゃないかなって思います。で、その次にね、漏れても被害が少ない。まあこのね、意味っていうのは、まあね、しっかりね、吸収してくれるので、まあね、尿漏れとかね、まあ便とかもそうなんですけど、ある程度の量やったら吸収してくれるので、やっぱその分、ズボンに行かなかったり、車椅子のクッションとか、車椅子に被害がいかないっていうことがあります。
あまり放置しすぎると良くないんですけど、早めに気づいたら、ある程度ね、この、おむつの中で対応することができます。でね、もしその漏れてしまって何かあった時にね、そのまま捨てることができるので、まあ、ここのね、横の部分をピッと破くこともできるし、反対側も破くことできるんで、そのままね、破ってポイッと捨てることが、可能なんで、処分のしやすさもメリットなんじゃないかなって僕は思ってます。はい。デメリットの方なんですけど、ね、やっぱ見た目的に気になりますよね。デザイン問題ですね。これね、おしゃれなやつがあったらいいなって多分、みんな思ったことあると思うんですけど、なかなかね、このデザインは何とも言えないですね。難しいですよね、この辺は。でね、やっぱどうしても恥ずかしいっていう気持ちもあるし、何とも言えないですよね。で、僕もね、よくズボンがずれてこのね、おむつが見えたりする時があるんですけどね、やっぱどうしてもね、人の目って気になりますよね。次なんですけど、履きにくいがね、僕はあります。っていうのもね、僕はこのね、おむつの前は通常ねボクサーパンツを履いていたんですけど、まあボクサーパンツはやっぱ履きやすいですね。でこの、おむつの何が履きにくいかっていうと、やっぱちょっと上がりにくかったりとかね、そのおむつを上げるときに、うまくね上がらなかったりして、このなんていうかな、ちょうどお尻のところがうまく自分のね、お尻の穴のところに来なかったりとか、うまくずれちゃったり、うまく入らなかったり、する場合があって、すごく難しいですね、調整が。未だに僕慣れないですね。イメージで言うと、ドナルドダックのお尻みたいな感じが僕は理想なんですけど、なかなかね、パターンに行くまでね、本当に苦戦するんで、いつもね、このおむつ履くときは、苦戦してます。はい、次は蒸れます。そして暑いです。僕最初このね、おむつ履いたときはね、蒸れたし暑いし、もうね、なんか寝られなくてね、それでどうしたもんやらってずっとね悩んでたんですけど、まあ使っていくうちにね慣れていって、ああでもなんか暑いけど、まあ慣れてきたっていう感じで、使用しています。なんか本当になんで寝られへんのかなって思いながらずっとね最初のうちはいたんですけど、やっぱこれがね原因やったっていうのもありまして、最初のうちはちょっとね、なんかやっぱ違和感がありましたね。夏とかはね結構蒸れやすいんで、本当にね、その蒸れからこう直走ができないかっていう、そういう心配もありますけど、まあ今のところは大丈夫です。うまくね、この折れ曲がったところがお尻のところにね、来ないようにとか、そういうふうに気をつけたりもしています。まあ素材も柔らかいんでね。はい。次は、使い捨てなんでね、費用がかかります。まあね、通常のパンツとかやったらね、その何ヶ月とか、まあ何年っていうんかな。まあずっと使い続けることは可能なんですけど、まあやっぱりね、こういう消耗品なんで、お金はかかります。一応ね、医療費控除を受けられるってことなんですが、年間10万以上じゃないとってことで、僕がその使用する回数分の、金額にはね、ちょっと満たないんで、やっぱどうしてもちょっとこの辺がね、費用がかさむっていうのが、デメリットかなって思います。まあこのメリット、デメリットどちらもありまして、で、僕がね、このおむつを使う前は、ボクサーパンツの方を使っていました。でね、この通常のね、ボクサーパンツの場合、このおむつの逆反対の、メリット、デメリットがあります。ボクサーパンツやったらね、漏れた時の被害が半端ないっていうことが起きます。漏れたらね、漏れた分だけ、パンツ、ズボン、そして、クッション、車椅子にも大ダメージを、受けます。まあね、そういうことがあるんで、まあね、どっちがどっちって言いづらいんですけどね。まあね、本当にボクサーパンツでいうメリットやったら、まあ、履きやすいとか、デザイン性がとか、ね、そっちの方もあるんですけど、まあ、どれを取るかですよね。で、僕の場合なんですけど、施設にいるときは、
このボクサーパンツを、使っていました。おむつとかはね全然使ってなかったんですけど、やっぱねやっぱ恥ずかしいっていう気持ちがやっぱあったので、ね、なかなか、ちょっとこう見えた時が恥ずかしいとかね、まあ、漏れないように頑張ろうとかというふうなことを考えて、履かずにいてました。で、まあ、家帰ってきてからやったかな、使い出したのは。で、どうしてもやっぱ自分で排便とかするので、干潮液がね、ちょっと残ったりとかして、それがこう、排便後にね、出ちゃったりする時がありまして、ちょっとこの、おむつにするようになってからは、すごい、安心感が得れるようになりましたね。干潮液ぐらいやったらね、本当に別に問題なく吸収してくれるんで、すごい助かるんですが、まあやっぱね、僕はこの安心感を取りたいですね。でもね、この安心感だけでね、ずっと履き続けるっていうのは、まあどうなんかなっていうところはわかります。っていうのもね、やっぱ、ね、男女やったら気になるね、そういう風な時に、やっぱ、ね、かっこよく決めておきたいとか、そういう時はね、通常のパンツ履いたりとかして、まあ本当に何もない時はこういう風に、おむつとかね、リハパンをね、履いて、対応するとか、うまくね、この辺をこうね、バランスよくできると僕はいいかなって思ってます。僕もね、そうやって、バランスを、取っています。まあ、だからこそね、自分のこの体調には気をつけながら、まあそのね、排尿排便もそうなんですけど、まあ、漏れにくくするようにね、生活リズムを整えたりとか、まあ、こういうタイミングが漏れやすいとかっていうのをね、データで積み重ねていくと、あ、この日大丈夫だから、じゃあこの日は通常のパンツにしてみようとか、そういうふうなのも僕は全然ありやと思うんで、うまくね、この対応の仕方かなって、向き合い方かなって思うんで、もしね、これで気になってたっていう方がいたら、そういうふうな感じでやってみてもいいんじゃないかなって思います。今やったらね、僕の場合ほとんど在宅でね、仕事もしてるし、生活もしてるので、まあその、なんかあった時には、まあ、自分でも処理できるように、このね、おむつを利用して、一人でも対応できるようになってるんですけど、まあやっぱね、安心感はでかいですね。なんかあっても、まあ、自分でなんとか交換できたりとかもできるし、通常のね、ボクサーパンツだったら、処理にね、だいぶ時間かかるんで、下手したら、2時間3時間コース行っちゃうかな。もっと行くかもしれません。ちょっとした余談なんですけど、まあ僕がね、その漏れてしまったボクサーパンツとか、そういう時はね、本当にもうチョキンチョキンと端を切って、お疲れ様でしたって言ってね、処分しています。まあね、パンツの寿命は僕はそこなんじゃないかなと思って、いつもね、漏れたらチョキンチョキンと切って処分しています。はい、ということでね、今日はおむつ事情について話していきました。ね、なかなかこう、排泄障害、全然いいね。排泄障害があると、ね、このおむつとかパンツって気になりますよね。僕も最初のうちずっとね、気になって、どうしたもんやなって、悩んでいました。で、人それぞれこう考え方があると思うんで、全然そのね、おむつが気にならないよっていう人もいれば、やっぱ恥ずかしいっていうね、気持ちの人もいると思うし、いろんな人がいるからね、いろんなこう選択肢がね、選べるように、僕は一つのこう、知識としてね、持っといてもらえたらなって思います。で、もしね、この動画を見ている方でね、こんなことができるよとか、こういう風な方法があるとか、なんかおすすめの方法とかがあったら、ぜひね、コメント欄に書いてください。それがね、誰かのために役に立つかもしれないし、僕もね、それが、役に立つかもしれないんで、よかったらコメント書いてください。というわけでね、この動画は、いいねと思ったら、いいねボタンを押してください。そしてね、チャンネル登録もよかったら、お願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またねー。バイバイ。いやー、このおむつがあることによって僕は人生がね、なんか楽になったな。いろいろ助けられてる部分があります。ありがとう、おむつくん。